はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は札幌の、これ第3のビールですね。ホワイトベルグ。なんかね、見た目が、なんだっけ。ね、このライオンみたいなやつ。なんか外国のビールで有名なのありましたけどね。あれに非常に似てると。ベルギーのホワイトビールに、伝統的に用いられるコリアンダーシードをオレンジピール、コリアンダーシードとオレンジピールを使用したリキュールの商品です。洗練された華やかな香りをお楽しみください。ベルギー産麦芽使用。アルコール度数が 5%。麦芽のうちベルギー産麦芽を 50% 以上使用。無許可。無許可ではありません。札幌ビール国内、日本国内の工場で生産しています。あれ？これビールじゃねえのか。オレンジピールには、マンダリンオレンジまたは、温州みかんを使用。なんかまたはって。どっちだよ。またはってなんだ？自社製品なのに何を使ってるかわからないのか。もしくはってことでしょ？マンダリンオレンジまた温州みかんをしよう。怪しいんだけど。またはってなんだ？ちょっとそれ、突っ込みたくなるんだけど。自分のさ、作ってる製品なのにさ、何使ってるかわからないってことさ。どうなっとんだ？ということは、オレンジっぽい、オレンジジュースっぽいあれですかね。ビール。ああ、確かに。なんかあれだわ。オレンジの香りが。今日のつまみは、辛いんです。エスニックチリ味。この辛さがたまらない。これね、最近この、こういう系の、イカ系の、つまみにハマってまして、辛いイカっていう有名な、やつも食べたんですが、あれうまかったね。非常にですね、結構しょっぱめでね、ビールに合います。ね。そんじゃ乾杯。ちなみにこのホワイトベルグは値段100円ぐらいだったかな。うん。ビールなんだ、みたいな、まあ、第3のビールなんだけど、香りが、オレンジっぽい香り。うん。あ、これも美味しいわ。うん。結構しょっぱくて美味しい。うん。あれみたい。うまい棒の、明太味の、外側についてる粉の、あれっぽい味。うん。ホワイトベルグ。まあ、ホワイトビールってほどホワイトでもないんですが。まあ、あれでしょう。ね。ちょっと見てみましょうか。ググってみましょうか。ホワイトベルグ。
うん。結構、割と美味しいですね。うん。まあ、第3のビール、ならこれでも十分でしょ。十分な美味しさ。うん。その第3のビール特有の薄さを、オレンジの香りでカバーしてる感じ。うん。これは美味しい。うん。うん。これなかなかいける。うん。あれなんだったっけな。うん。ビールの、このホワイトベルグのパクリ。これがパクったんだろうけど。絶対あれだって。アメリカンビール。確かアメリカンビール。あの薄さはアメリカンビールだな。絶対。うん。いや、でもこれはよくできてる。うまいですよ。うん。全然。それに加えてこの辛いんですが、うまい。結構しょっぱい。しょっぱいんで。しょっぱ。しょっぱ辛いみたいな。ピリ辛。これはね、苦くないんですよ。結構甘めですね。うん。結構っていうか、かなり甘い、このビールは。うん。これはかなり甘い。オレンジの香りもあるし。うん。まあ甘いけど、うん、もうちょっと、あれだな。まあ、苦味が欲しかったは欲しかった。ですが。うん。うん。まあ。十分でしょ。第3のビールでこれぐらいの味を出せるなら全然。うん。結果こう、ビールのような、まあ、リキュールですからね。第3のビールっていうと。うん。逆にあの、ね。一般的な第3のビールよか。は、あの、薄って。味が薄いのが特徴ですけど。これは別に薄いというよりも、なんか、薄いっつうか、あれなんだよな。下手にそのビールの味を真似てない感じ。うん。結局ほら、オレンジピールがいい味出してるっていうかね。うん。それプラス結構甘いんで、本当にリアルで甘いんで、若干。うん。なんで、チューハイみたいな感覚で、うん。うん。飲めるね。
オレンジの香りもね、あるしね。結構チューハイっぽい。うん。っていう感じかな。個人的には。うん。これは女性には人気が出るんじゃない?と思います。俺ちょっと甘いからあれだけど。まあでも。うん。全然美味しい。うん。全然美味しいですね。これは。これよくやった。札幌よくやったな。これはあれだわ。よくやったと言いたいところだ。よくやったと言いたいところだが、なんたらかんたらで終わりだみたいな。よくわかんないです。甘みが結構あるんで、香りは、まあ四つ星でいいな。四つ星。これ美味しい。ね、安いし。ね、3444でお願いします。それではご視聴ありがとうございました。